キヨちゃん私、打ちますこれどこ狙い？ナイスショー、ナイスショー、ありがとうございます。チークね、はい、じゃあシャフト変えた？変えた。ね。黄色い。黄色くなった。バナナ。元々何色だった？オレンジ。オレンジだった。ちょっと薄くした。薄く。やばめ。キックキック。カミカミでした。オッケーオッケー。見えない。19歳、やばい、やばいよね、うん、19、17です。17、ピチピチですよ。いいな、17歳。まだ18、18だもんな。あ、これからそうだ、これからもう19、ほぼ19、ほぼ19。え、いつなの？2月。あー、ちょっと、じゃあ来年成人式、成人してないじゃん。そう、そうなんだよね。お酒飲めないじゃん。飲めないね。なぜ？え、じゃあほなちゃんと、ほなちゃんなんだ、早いよね。4月。え、あ、じゃあもうすごい心配だ。19になってもう20歳みたいな。すごいね。でかいね、そこ。行ってないのネイル。あのね、落としちゃった。あ、落としちゃった。そう。で、今お休み中。お休み中？そう、爪がね、痛いって言ってる。今日からです。ジャンボールでいきますね。はい、キラキラに。私自分でただ塗っただけなの。え、自分で塗ってるの？そう、すごい。え、塗っただけだよ。ただなんかやった方がいいかな。隠れてる。見せとく一応。じゃあ飲みの方がいいね。いや、いいね。ちょっとまずいね。やめちゃう、私たち。やばい。前の方がいいよね。うん、前の方がいい。距離なさそうだよ。立ち止まらないやつ。あやみちゃんがあれ、大ちゃん、ほのちゃん、友達。何やるでしょう。100、140、134。え？あれ、あのピン手前なのかな。あ、そうですかね。134、ピン手前ですね。じゃあ大ちゃんボールを採用します。はい、大ちゃんボールでいきます。これはほのちゃんボール、私ボールです。135、ナイスショー、ナイスオン。ほら、地元の人はああやってさ、分かってるように。そうですよね、うん、ほのちゃんここよく来る？ピヨちゃん、ごめんなさい。パターンぼかしたちょっとまずいな。なんか筋肉痛ぐらいがちょうどいいのかもしれない。めっちゃいいじゃん。今お尻がね、すごい張ってる。ショットさんも
だな。じゃあ T シャツとかまだ。あ、そうかそうか。やんなきゃいけないんだ。練習生なんですよ。あ、そうなの。そうです。どちらの？大相模サントリークラブっていう、神奈川です。神奈川。皆さん行ってあげてくださいね。来てください。来てください。うん。すごい、だってさっきさ、ここ来てさ、たた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 やばいと思ったらさ、超出てきて。そんなことあるの？私たちちょっとついてるからさ。そうです ね。あとは頑張ろう。なんか、やっちゃいましたよ。今ひどかったもんね、お互い。はい。ちょっと、頑張ります。高いからね。めっちゃ高いです、今日は。寒い、雨も降ると思ってたのに。そうですね、最初は雨予報だったけど、今日はもうチーム戦なんで、ちょっと合わせてきたんですよ。そうなんですよ、でもちょっと色味がちょっと違う。私赤って言ったのにこれちょっと言った人が違うの持ってきて赤ではないよね。赤、ちょっと紫っぽいですよね。なんかワイン、うん、赤ワインですかね。赤ワインおしゃれ。ワインレッドって言うんだよ赤ワインですよ私から行きますね。ナイスパー。つけた位置が難しかった。切れたね。切れた。フック最後した。私見すぎたんだ。もうちょい。普通にまっすぐ抜けた気がするんだけど。私も見えた。私の打ち方だな。バディが欲しいところです。バディ欲しいよね。あのショットじゃまずいよね。まずいですね。ちょっとこんな静かな感じで大丈夫ですか？いっぱい喋っていい。バイバイ。どうぞ。喋るかもですか？なんだろう。何か最近あった出来事は？出来事ですか？うん、出来事は女の子っぽい体になりたいんですけど、ちょっとトレーニングしながらどんどん遠のいていってるなって思いながらトレーニングしてます。なんで逆に筋肉ついちゃって、はい、スクワットしながら、うん、やばいなって思いながら。だからスクワット足太くなるっていう。はい。ほのちゃん痩せた？痩せてないから。あ、でも昨日、うん、コーチと3時間トレーニングした。1対1で？うん、6人くらい。すごい。タタタタタタってその場でダッシュ、そうしてポンっていったらパーッとしてポンっていったらとか、とりあえずきつい。あ、でも1時間半はストレッチみたいな、うん、あ、でもマジストレッチもマジ汗かくぐらい。もうなんかダラ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 立ってくるね。ヨガみたいな。ヨガ。あ、なるほどね。私この間初めてヨガやった。え、硬くてできなかった。ナイスショー。
チールめっちゃチールかと思った、色的に。山崎康弘さんに教わってます。ドラコンの日本チャンピオンですね。すごい、何ヤードぐらい？全然わかんないあゆちゃん240でもなんか飛びそうじゃない？すごい、あゆちゃん飛ぶよ、ね、今日ちょっと飛びそうです。ちょっと冬だからね。そうですね、あの柔らかめに振ってます。そうね、ちょっと手加減してくれ手加減してくれ、今日はこんなもんでいくかなみたいな炎上しちゃう、炎上皆さんどこ行きましたか？フェアウェイ。おー、私もフェアウェイ。おお。何の拍手奥7。え、ここピンポスいくつ？前にプラス11だって。めっちゃ奥で奥、うん、これ結構なんか木がそっちさかかるから。本当こっちからの方がいい。これもほのちゃんボール。はい奥行かない？あ、あそこ結構上りだから大きい方がいいか。大きい方がいい。乗ってないかな、でも、うん、ギリカラーぐらい。大丈夫。あやみちゃんボールを採用しました。135です。スイング変えてるんですか、たいちゃん？スイング変えてます。ちょっとずつ。なんかすげえ溜めて。溜めてます。うん、なんかそう切り返しを今すごい意識してるから、うん、でちょっとリズムずれちゃってるのかな。うん。いいんじゃない、調整中ってことです。調整はしてますね。あゆみちゃん。私はそうですね、飛ぶ飛んで曲がらないスイングを今研究中です。それ私も欲しい。いいね。いいね。それみんな欲しい。究極ですよ。それ自分で探してる。ローリー・マキロイみたいなスイング。あーローリーさん、はい、目指してる。目指してます。あ、また炎上しちゃうからやめとこう。なんで言ったもん勝ちなんですから。他の人言わない。あ、そうですか、うん、なかなか言わないよね。飛んで曲がらないボール目指します、ローリー・マキロイになりますって。ローリー・マキロイになります。女版ローリー・マキロイになります。女版ね。トレーニングもきちんと。私じゃ冗談しっかもうこれバーディーですよ。いや、もうこれスポーツした。こうやって見せたこと。痛いから、すごい痛い。どうやってます。すごい痛い、ね、すごい。え、これはひよちゃん決めて。とりあえずじゃあ先にちょっと私のライン見てて振り合わせよう。とりあえず
ありがとうございます。ナイスナイスバーディコース知ってるよね、あの人。なんかそんな感じ。なんかね。今のも完璧じゃないですか。ハッピーですね。ハッピーしちゃえばいいよね。入りそうだもん。止まっちゃった。今のはナイスです。ちょっと良かったですね。良かったですね。向こうから見たらちょっと近くに見えたけど、ちょうど同じような。あやみちゃんボールを採用です。合わせて打った方がいいのかな。意外とちょっと抜けちゃいそうな気もしますよね。ね。でも強めに打つんならそんな弱くなっていいかな。だいぶ切れますよ。出だしからもう切れ切れだよ。につけたのにバーディーならず。まだまだですわ。頑張りましょう。頑張りましょう。これはもう5番ホールですか。ずっと励まし合ってるの。もう言うことがまだワンダですよ。ワンダだね。お願いします。50代お願いします。おかしいな、50代とか言ってたのにね。今ちょっと入れるはずだったんですけど。そうだよね、計画が狂っちゃった。難しかったよ。誰一人入んないってすごいですよね。なんか打ち方によっても変わりそうだったよね。そうですね、合わせていくとちょっともう持ってかれちゃう、持ってかれちゃいますね、うん、いや今欲しかったね。欲しい、もう一個欲しいよね。欲しい。